はい、どうもカチです。女性セブンに天皇皇后両陛下の公務で風評被害の問題について書いていましたね。これは9月16日に予定されている全国豊かな海づくり大会の公務ですね。今回は北海道の厚岸町で開催されますけども、この町はアイヌ語が由来と言われているんですね。400年前の江戸時代初期にオランダの船が北海道東南部の港に現れて、海辺の集落のアイヌがはるばるヨーロッパから来た船員に地元で採れた牡蠣を贈り物として届けたようですね。それで友好関係を築いたようです。現在でも牡蠣の名産地みたいですね。ただその場所も現在は風評被害によって苦しめられているようですね。この場所は北海道の中では南の方で、原発処理の問題でいろいろと中国とかも一山をつけてきているわけですね。海づくり大会は天皇皇后両陛下の4大行幸系の一つに数えられる重要な公務の一つだということですね。ただ令和になってから初回は台風で魚の放流ができずに、2回目からはコロナになって開催もできなかったわけですね。そして昨年は兵庫で開催されて現地で参加されましたけども、人数を制限しての開催で、今年はようやくマスクを外してということですね。天皇皇后両陛下は結婚した翌年に知床半島の山を登った思い出もあって、頂上では写真撮影のために霧が晴れるのを待っている間に、雅子さまは周囲に自らチョコレートを配られているようです。最近は雅子さまも体調を良くされていますけども、北海道に関しては通常は2泊3日を取られますけども、1泊2日の日程で行かれるようです。ただ北海道に行かれる直前に福島原発の敷地内にある処理水の海洋放出が始まったわけですね。処理水に含まれる放射性物質は海外基準の数字からは大幅に下回ってますけども、風評被害が起きてるわけですね。しかも中国は福島だけじゃなくて日本の水産物を全面輸入禁止にしたわけですね。日本にとって中国は最大の輸出国だから経済的にも大きいわけですね。まあ、男系男子で台湾有事が大好きな桜井よし子さんは、広告を出してまで日本の魚を食べて中国に勝とうとわけのわかんないことをしてましたけどね。その広告代でかなりの日本のお魚を購入できたんですけどね。こんな感じで煽るから中国から嫌がらせの電話とかが来るんですけどね。中国に攻め込まれても大丈夫なように防衛力を強化と言うけども、中国よりも防衛力を強化したければまずは人口を増やさないといけませんね。でも桜よし子さんの考え方は人口を減らしながら防衛力だけ増やせって感じで間抜けすぎますね。いろんな自治体に中国から嫌がらせの電話が殺到しているようです。ちなみに北海道の福島町にも嫌がらせ電話があったようです。福島県と間違えたんでしょうね。そして日本の漁業や水産物に注目が集まる中で、両陛下のご公務は開会式に出席をすることだけではないわけですね。牡蠣の養殖施設を視察されたり、漁業関係者との交流も予定されていますけども、中国人による攻撃の標的にならないかと心配されているわけですね。実際に SNS では、安全だというんだったら天皇陛下に薄めた核汚染水を飲み干してほしいとか、核汚染水を排出した海で1日海水浴をする姿をライブ中継しろといった言葉もあるようです。まあ、中国のクレーマーは立ちが悪いですね。しかも北海道は結構中国人が土地を購入してますからね。実は2008年に中国で公開した映画の狙った恋の落とし方っていう映画のロケ地にもなっている場所で、ファンの中では聖地巡礼としてこの土地を訪れる人もいるようです。でも天皇陛下は政治的な発言ができないから、この処理水に関する発言は述べられることはないだろうとですね。まあでもクレームといえば、神宮外苑に関してはユネスコの諮問機関国際記念物遺跡会議イコモスから再開発の見直し要請を求めた緊急要請があったわけですね。パリの本部から貴重な文化資産が伐採されようとしているけども、本気で自然破壊をする気かとですね。今月のイコモス世界大会で各国代表による全会一致の採択を得て発令されたもので、要請発送先は岸田首相や小池百合子都知事や三井不動産の事業者とかに送られているようですね。2023年に3000本以上の樹木伐採移植が予定されていましたが、樹齢100年以上の木も伐採されることに対しての注意喚起ですね。これまで日本からの署名運動は無視してきましたけれども、世界各国から自然破壊するなと言われてどうするかですね。ちなみに西村環境大臣も、環境に最大限配慮した事業の実施を期待すると述べて、神宮外苑の再開発事業で樹木の大量伐採やシンボルであるイチョウ並木をどうするかですね。さらにサザンオールスターズも坂本龍一さんの反対声明を受けて、神宮外苑の再開発に反対の声明を出した曲をリリースしたようですね。まあ、本来は樹木のイベントによく出席して、いつも自分たちの意見をバンバン出している握手の結果、そういった発言をしたら一番いいんですけどね。でも三井不動産はお世話になっているから何も言えないんでしょうね。むしろ小室夫妻の住居を手配してもらって黙らされてるんでしょうね。皇族に言われるのが一番攻撃力がありますからね。それにしてもやはり悪いことをした人たちはみんな裁かれてほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されたと思いますか？
このチャンネルでは国会図書館とかで古い記事とかを取り寄せて、他のチャンネルではね見れないような情報とかも扱っているので、こんな記事を扱ってほしいっていうのもあったらねコメントをお願いします。そして良ければねチャンネル登録とベルマークをクリックをして、通知の設定の方もしておいてくださいね。